皆さんこんにちは。国立環境研究所子どもオンライン相談地球温暖化編の時間です。地球温暖化の分野で小学生のお友達からの質問に答えていきたいと思います。進行は社会対話共同推進オフィスのグラです。何でも回答してくれる温暖化博士に国立環境研究所地球システム領域副領域長の江守聖太先生です。はい、よろしくお願いします。今回の企画では地球温暖化にまつわる質問を募集しました。その中から2人の小学生のお友達に登場していただき、江守先生とお話をしていただきたいと思います。教えて江守博士。はい、では早速1人目のお友達を紹介しますね。こんにちは。こんにちは、あーちゃんで4年生です。あーちゃんの質問を聞かせてください。はい、1つ目が地球の平均気温が上がったらどうなりますか？学校でこれは何か習いましたか？いや、あんまりは。これね、平均気温がって言ってるところがとてもいいですよね。地球の温度が全体的に上がると何が起きるかっていう話なんですね。地球温暖化っていうのね、うん、お外の温度っていうのは昼間あったかかったり夜寒かったり冬は寒かったり夏は暑かったり、うん、平均気温ってのは地球全体がこう全体的に、だんだん温度上がっていって、うん、温度が上がったり下がったりしてるのが全体的にこうグッと上がるんですよね、うんうん、でそうすると今までの暑いなっていう時が今まで以上にさらに暑くなっちゃう。今までなかったような暑さになっちゃう。それから、他にもいろんなことが起きるんですけれども、大雨が増えます。これは聞いたことありますか？はい。気温が上がると実は水蒸気っていうのは増えるんですね、うん、でそうすると水蒸気が多いのでたくさん雨が降りやすくなるんですよね、うん、それで今までなかったようなすごい大雨が起きやすくなる。ちなみに地球が全体として暑くなっていくっていう話がありましたが、何度ぐらい暑くなると思いますか？1度。お、1度。地球の平均気温っていうのは昔に比べて1度ぐらい上がってるんですよ、まあ、200年前ぐらいかな。人間の社会が、まあ、石炭っていうのを掘り出してね、それを燃やしてそれでエネルギーを作るっていうことを始めたんですけども、うん、でその時に、二酸化炭素ね、 CO2 温暖化の原因ね、うん、これがたくさん出てしまうと。でそれで地球が、気温が上がり始めたんだけど、うん、その前と比べて今すでに1度ぐらい高くなってる。でそれでもうさらに1度、つまり昔と比べて2度上がっちゃうともう大変だと考えられてます。なのでもっと手前で止めたい。だから 1.5 度っていうのがね、今世界で目標にしてるんですよね、うん、1.5 度とか2度って聞いてどう思いました？意外と少ない数だけど大きい感じなんだなって、うん、朝と夜とか夏と冬のもうその何度も十何度も変わるわけじゃないですか。それと比べると1度って本当にちょっとだなって思うんですけど、うん、全体的に1度上がるんで、うん、今までなかったような暑さとか大雨とかっていうのが起きるようになっちゃうっていうのが問題なんですよね。あとはですね、海面上昇で、これは一つは陸の上の氷が溶けて海の水が増える。もう一つは海の水が温まると膨らむんですよ。2つの理由で海の水面がこうだんだん上がってきてるんですよ、ね、うん、平均して20センチ。これも世界の平均の話。海面が上がっちゃうと何か心配になることってありますかね？どんどん人が住んでるところに水が全部溜まっちゃっていくと人間って住めなくなっちゃうんですけど、それってないんですか？そうですよね。だからその海の近くの低い土地に住んでる人たちっていうのは海面が上がっていくと住めなくなっちゃう。
日本でも実はその大雨とか、はい、それから強い台風が来て、はい、台風が来ると高潮って言ってやっぱり津波みたいなやつが来るんですよね、うん、でそれで実際にこう家が水浸しになっちゃったりっていうことは最近増えてるんですよね、うん、大雨が来た時にはそれで避難しなくちゃいけない時には避難するとか必要なものを防災バッグ準備しとくとか、うん、そういうのすごい大事になりますよね、はい教えて、エモリ博士。2つ目の質問お願いします。ね、地球温暖化をなくすにはどんなことをすればいいんですか？はい、ありがとうございます。どうしたらいいと思いますか？お家の人と話したりとかすることありますか？ないです。ないです。地球温暖化のまず原因が何かっていうところからよく知らないといけないわけですけど、温室効果ガスっていうね、地球を温めてしまう物質が空気の中に増えてるわけですけども、一番その中で影響が大きいのが二酸化炭素ですね。電気を使ってますよね。冷蔵庫とかテレビ見たりとか、その地面から掘ってきた、まあ、石炭っていうのは燃える石ですよ、うん、でそれを燃やしてそれでまあお湯を沸かして、まあ、電気を作ってるんですけど、うん、車がガソリンを燃やしてエンジンで走る車だとそのガソリンを燃やすときに CO2 が出ますし、うん、なるべく減らさないといけないんですよね。なるべくその無駄にエネルギーを使わないっていうこともね大事なんですけど、うん、それだけだと、まあ、ちょっとしか減らないので、うん、今まではその石炭とか天然ガスを燃やして電気を作ってたんだけれども、その代わりに太陽光発電とか、うん、風力発電とか、うん、そういう CO2 を出さない電気の作り方をするっていうのが今増えてきてるんですよ、うん、太陽光パネルって近所で見ます、うん、増えてる感じします？はい、うん、自分のお家の屋根で太陽光パネルで電気作って自分のお家で使う人ってのは増えてきてるんですよね。もうみんなそれが当たり前にこうこれからだんだんなっていけば、あの石炭とか天然ガスを燃やして電気を作らなくて良くなってくるので、うん、CO2 が出なくなる。車も、うん、あの電気で走る車に変えていって、うん、でその電気もさっき言ったような太陽光パネルとか風力発電とかで作れば、車を走らせる時も CO2 が出ないんですよね、うん、その発電から車からお家からお店から全部今度新しく作る時にはもう CO2 出ないので作りましょうっていう風に、うん、どんどん変えていけばいいんですよね。でこれをただ地球全体の問題なので、うん、世界でやらなくちゃいけないので、うん、世界でですねみんなで話し合ってみんなでやりましょうという約束をしながらこれは取り組まれています。今お話聞いた時にどういうふうに思いましたか？協力とかしないとできないことだから、ね、日本は世界の国の中では早く、うん、まあ、発展して豊かな国になったので、うん、これから豊かになる国を手伝いながら世界で協力してやっていくことって、ね、やっぱ大事じゃないですかね、うん、発電とか車とか全部仕組みを変えて、いかなくちゃいけないんだけど、それがどうやったらうまくできるかっていうのをね周りの人と話をしてみてください。はい、ありがとうございました。教えてエモリ博士。今回は平均気温が上がったらどうなりますかと、温暖化をなくすにはどうすればいいですかと小学生のお友達向けに答えたということでいかがでしたか？うん、やっぱこれをねきっかけにいろいろ自分でも調べたりとか興味持ったりとか、うん、そういう風になってくれるといいなってすごく思います。では2人目のお友達の動画がありますのでそちらでもお会いしましょう。ありがとうございました。